発言をいただきます。はい、本日は骨太方針の原案について議論を行いました。本日の議論にもあった通り、我々は今時代の転換点ともいえる構造的な変化と課題に直面をしています。その中で経済運営の中心に新しい資本主義を位置づけ、社会課題の解決に向けた取り組み、それ自体を成長のエンジンに変えることにより、持続可能で包摂的な社会を構築し、成長と分配の好循環を実現するべく、全力で取り組んできました。こうした政策展開も相まって、我が国に30年ぶりの高い水準となる賃上げや、企業部門に醸成されてきた高い投資意欲など、前向きな動きが確実に生まれてきています。今こそ、こうした動きを力強く拡大すべく、新しい資本主義の実現に向けた取り組みをさらに加速させていく時です。このため、今年の骨太方針では、三位一体の労働市場改革を通じた構造的賃上げの実現や、これによる分厚い中間層の形成、人への投資、グリーン、経済安全保障など、市場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野における官民連携投資の拡大による持続的な成長の実現、少子化傾向の反転に向けた子ども・子育て政策の抜本強化、G7 広島サミットの成果も踏まえた同志国等との連携強化を通じた戦略的外交安全保障の展開、昨年の骨太方針と同様、経済あっての財政との考え方の下での、経済財政一体改革の着実な推進、これらをはじめ岸田内閣の経済財政運営と改革の基本方針を明確にお示ししたいと思っています。本日の原案をもとに与党ともさらに調整を進め、今月中旬に骨太方針を決定することを目指します。後藤大臣を中心に最終取りまとめに向けた作業を進めてください。以上です。ありがとうございます。